はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオではクイズレットのとても簡単な使い方を、ご紹介します。まだ一度も使ったことがない人を対象に、話しますね。はい、クイズレットというのは、こういうふうにフラッシュカードのアプリです。で、ここに May the Force be with you って英語が書いてあって、これをクリックするとその日本語が出る。そして右側に行くと、また英語が出て、クリックすると日本語が映る、表示されるという、こういう、フラッシュカードのよくあるアプリですね。ただ、これがとても面白いのは、ここにある教室内のゲームというのが、あるということなんですね。はい。で、今日は早速これをやってみたいと思います。他にもこんなにたくさんのいろんな使い方がありますが、教室で楽しいのはこのライブですね。はい。今、ライブというのをクリックしました。で、ですね、どのようにチームを編成したいですか。この、ランダム方式っていうのは、これはチームで参加するんですが、これは4人以内とできないんですね。で、ちょっと僕が今手元に4つの端末を 準備するのちょっとめんどくさいので、ここでは個人同士での対戦、これをやってみたいと思います。で、こちらだと最初に日本語が表示されて、で、英語を選ぶパターン。こちらだと英語が表示されて、それと同じ日本語を選ぶパターンですね。ここではそうですね、まあ、こっちの方を選んでみたいと思います。はい、で、今、僕の耳には音楽が聞こえていますが、多分ここでは音楽は録画されていないかもしれませんね。録音されていないかもしれません。はい。で、ここでですね、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。学習者用の画面も、開いてみます。ちょっと待ってください。はい。はい、こちらが学習者用。左が教師の画面で、右が学習者ですね。これはですね、ちょっとここに載ってるかわかんないけど、クイズレットライブ。ここですね。はい。www.quizlet.live。これにアクセスすると、まあ、生徒がですね、生徒がまずここにアクセスします。そうするとこういう画面が出てくるわけですね。はい。で、この時点でここにある978810。これを、コード、このコードをここに入れます。978810ですね。978810。はい、続行する。で、名前を聞かれますから、例えば、プーというような感じで入ってみたいと思います。そうするとですね、ちょっとこっち側見えてないかもしれませんが、こんな感じでプーというのは1人もう入っているということになります。おお。はい。で、今僕の方の手元の、今見えてるか分かりませんが、この、スマホの方で同じ番号を入れてみますね。978。978-810-810。はい。で、名前はどうしようかな。はい。名前はチチャと言っています。はい。で、そうすると、こちらに、ちょっと、またこれをお聞きしましょうかね。プットチチャという2人が、もう今入ったということをやっています。で、団体戦は4人必要ですが、個人戦はもう2人で始めることができますから、ここでゲームの作成を押します。ちなみに、これをですね、学生さんはこの QR コードを開いてももちろん参加することができますね。はい、じゃあゲームの作成。この時点ではまだ始まってないです。始まってないですが、で、このゲームを開始をすると、ゲームを始めることができます。ですが、ちょっとこの時は、ちょっと待ってね。はい、じゃあゲームを開始しましょうか。はい。で、ですね。あれ、小さくなるのか、ちょっと。こうか。こうして。はい。冒険はもうたくさんだ。ノーマドアドベンチャーズって感じですね。助けてください、オビワン、ケノビ、あなただけが頼りです。もうこれはもう片方の方が答えちゃったんで、もう次に行ってますね。R2 どこにいるの？これですよね。はい。で、次は、待て、ルーク、とても危険だっていうのを、これをですね、こちらが答える前に、相手の人が答えてしまうと、
もう答えられない。あ、誰かな？あ、違うかな？へいへい。もう答えてみようか。相手が答えてない。よくわかんない。はい。助けてください、オビワン。あなただけが。ちょっとですね、今。じゃあ、まあ、相手の方もどんどん言っているわけですけど、今ですね、こちらが敵の方ですね。こちらが、プーの方です。自分のこちらの方です。で、例えば、ですね、相手の方もどんどん、こうやって追い上げていくようにしましょう。はい、今これで同点になったというところですね。はい、助けてください、オビワン。で、嫌な予感がする。ルーク、それがお前の運命なのだ。こんな感じで。ですね。どんどん、進んでいって、確か12点勝った方が、12点取った方が勝ちというふうになっています。ここに書いてありますね。12分の今、7という感じですね。で、赤。こうですね。あれ？いかない。フォースは使え。こういう感じで、ですね。どんどん進んでいます。で、今11点まで来ましたね。で、で、ここで、相手が、もう11点なので、もう1点取った方が勝ちなんですが、ですね、ここで、例えば、わざと間違ってみましょう。例えば、これにしてみましょうね。そうすると、そうなんですね。あ、今、一挙にね、0点になっちゃうんですね。0点になってしまうので、もう一回1からやらなきゃいけないという、そういう状況になっています。民衆の歌が聞こえるか、こんな感じですね。またどんどん、追いつかなければいけません。で、その間に相手の方が20点いってしまうと、20点じゃないですね。最後の1点を、相手の方が入れると、こちらの、僕の入っていた方は2位で、このチチャさんの、ところが1位でしたというふうに、そういう結果が表示されるわけですね。で、もしですね、何が正しかったかっていうのを見たかったらこれを、見ることができます。まあ、復習ができるってことですね。あ、そうか。これが最初に間違ったところが出てるってことですね。最初こういうふうに間違えましたけど、正解はこれですってことですね。で、これが2つあって、で、3つ目からは正解だけが表示されるというふうになっているわけです。こんな感じですね。それでは、ここまでで、このクイズレットの使い方のご紹介となります。それでは、メイザフォースビルっていうところでしたが違いましたね。そして冒険は続きます。